停止階級1989年7月13日18時41分30秒に撮影された停止階級からの4回目の噴火で測量中に噴火活動に遭遇。この5秒前に4回目の噴火が始まった。噴火時間は約25秒間で最大の高さは約113メートル、幅約231メートルを観測。出展。 海上保安庁海域火山データベース伊豆東部火山群停止階級とは静岡県伊東市沖合に位置する海底火山1989年の海底噴火により形成された伊豆東部火山群の北部を占める水面から立ち上る噴煙や噴出物の様子は海岸線から直接テレビカメラで撮影できたこともあり 火山噴火の様子を確認できる貴重な映像資料となっている。1989年6月に伊東市沖では群発地震を観測。7月9日には M5.5 の地震を観測するに至った。この頃には伊東市周辺の井戸の水や温泉の湧出量、地表面の変異が観測されている。7月11日からは 火山性微動が観測され、気象庁は噴火の危険性が高いと発表。伊東市内には伊豆東部火山群が広範囲に分布しているので、どこで噴火が起きてもおかしくないと報道され、伊東市民がパニック状態に陥る中、7月13日18時33分に海底噴火が発生、翌月末まで活動を続けた。その後、 水面下81メートルの海底で河口の直径200メートルの火山が形成されていることが確認された。噴火のメカニズムは、周囲の火山同様、海底体積層への玄武岩質マグマの貫入によるマグマ水蒸気爆発と考えられている。7月9日に発生した地震により、伊東市、宇佐美地区を中心に、家具の下敷きなどにより21人が軽傷を負ったほか、 家屋の損壊や屋根瓦の落下、崖崩れや道路の損壊などの災害も見られた。群発地震が最高潮となった7月9日には、伊東市近隣で何かしらの火山活動が発生することが濃厚となり、報道機関の取材陣が伊東市に押しかける状態となった。ところが7月11日、中森明菜が自殺未遂を起こすという事件が発生。 直後に噴火した停止階級は海岸線から直接火山噴火が目視できる世界でも稀な現象であったにもかかわらずテレビニュースでは自殺未遂の続報の次以降のネタとして扱われた扱いの低さに火山学者の中には激怒する者もいたが結果的には観光地である伊東市周辺の風評被害が最低限に抑えられたすべて 海上保安庁により1989年7月13日に撮影。時刻は日本標準時。出展、海上保安庁、海域火山データベース、伊豆東部火山群。ありがとうございます。